空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もある。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。よかったな、これで人間に追いついた。まだドラゴンが生きていたとは。深い。おお、やっと口を開いたか。貴様を我が敵と認識。燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。思考を鈍らせる。長らく制御できていたつもりだったのだが、マスター EMD、 しばらくお待ち。怒りという感情は特に良くない。さて、自分という子が相違するとはどんな状態であろう。マルドギールはマルドギールだ。冥王と呼ばれ、マスター亡きタルタロットの感情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とともな、なんだ。不気味な力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやろう、マルドギールの力を。イバラの園。イバラ。シング、任せろ。行くぜ。迫力を行くぞ。ユレンカリュウ。強敵と認めろ。行くぜ。エリューの斬撃。
白龍の矛行くぞ。ギレン任せろ。青龍の行くぜ。白龍の鉄拳。茨の園、ユレン下流線。それが限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォーム。逃がしはせん。逃げもせんし逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。貴様は破壊されるのだ。中の魔力を消して。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船な。行きたければお前一人でも行けばいいだろう。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるかね。我が部下たちは我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る。ゼレフに会いたい。ゼレフのために。これらの感情、ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が自分を殺せる存在の創造。ゼレフを殺すために生まれ死ぬ。それがゼレフ書の悪魔。 END はその最高傑作だ。だが何があったのか、こうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて絶対に解かれることない。しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちは目的地まで歩くとき、冥府に咲く監獄の花。拾ったんだ。大事なもんならもう話しちゃいけねえ。グレイさん、この魔力。貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルス、なんだ。熱竜は竜を撃ち、熱人が神を撃つとすれば悪魔を倒す魔法だ。これはシルバー。
いずれ裏切ることは分かっている。それがこんな形になろうとはな。運命とは実に面白い。そこだ。グレイも来たし、イグニール。茨の園。花はいくらでも呼べるのだよ。冥府に咲く監獄の花。大丈夫？ボロボロじゃねえか。私決めたんです。もう諦めたり立ち止まったりしません。ああ、俺たちは止まらねえ。ずっと進み続ける。人間が何人集まろうと、茨の園。その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目
我が名はマルドギール・タルタロス。冥府の王にして絶対の悪魔。夏。ああ、分かってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ども。これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末、見せてやる。エア・ユグドラシル。これがタルタロスの向こう側の世界。カリーの鉄拳。イバラの園。ビビることはねえ。行くぞ。楽しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがてその歴史の中で恨み、妬み、憎しみ。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法たち、煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。ゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すれば。バカな、半身が悪魔化している。シルバーの力か。我が日、未来を作るために。時にグラーイ。削り取ってやろう、貴様らの感情まで。
ツ、遅れてごめんなさい。ルーシー、謝るとこじゃねえ。うん、あいつを倒すんだ、みんなの力で。今さら精霊魔導士が一人増えたところで何が出る。バカにすんな、ルーシーは強えぞ。これを使う。これが
タルタロスの向こう側の世界。最後と破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。行けない。ヒューマンゼロの波及。やったな。いや、まだだ。 END を破壊しなきゃ。俺はそうだった。あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。イグニールと約束したんだ。その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。まず合わなかった。そんな、体力上のフェイズが。あずか、どうなるの。この大陸中の魔力が消え、魔法の世界の終わりの時。
はまだ始まりに過ぎ、魔法の消滅はやがて無のエネルギー、最強のエーテリアスが復活するとき、人間どもには諦めるな、人間たちよ。グランディーネ、メタリカーだ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラゴンもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。ピースが次々に消えていく。ドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して、 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたの。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクノロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に。こいつのことだろう。いいのか。グレイ、約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ。返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、夏、今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。来てはならん、アクノロギア。やはり予想以上の強さ。構われ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。
前と過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。俺はもっと話がしたいよ、イグニール。欲しい時はどうするんだ、もし、うん、じゃあやってみろ、うん、俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっと。もっと見せてくれ、お前の成長を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクノロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生き。ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい、問題はこれだな。
レイ様。ジュビア、お前。ごめんなさい、ごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。映っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を。お前が。ありがとう。ごめん。グレイ様。暖かいです。嫌な記憶を思い出してしまった。裏切られ、騙され、集大をさ、お前なら大丈夫だ。大丈夫。お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ、光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。その時は。震えが止まった。さて、また私の部屋に勝手に。あれ、手紙？うわ、何この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。夏&ハッピー。何よこれ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これ、フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。
みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。
突然フェアリーテールが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集学校の習いとして働いている。でもフェアリーテールを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテールは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶりだな、ルーシー。元気？この時、私の中で声がした。フェアリーテールはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね、ルーシー。お前一人で見物してたのか。なんでフェアリーテールは参加してない。そっか、知らなかったんだね。フェアリーテールが解散？はあ。なんで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 。あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ。それが私に。じっちゃんはどこにいるんだ。ぶん殴る。いや、髪をむしってやる。おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは、エルゾは、グレイは、それにみんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろ。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ、夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがある。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神よ。ゴイドルーシー。絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー、ギルド、なくなっちまったのか。信じられないね。おし、寝てるルーシーの顔に落書きしに行こう。ペンの準備は完了であります。寝てる寝てる。夏起こさないようにね。
なんだこれ。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。目撃情報とか日付とか。ルーシー。何これ、なんで朝っぱらから私んちの前に軍隊がいるのよ。もう嗅ぎつけてきたのか。はい、あんたらの仕業。出たぞ、あいつが犯人だ。なんで私まで。何したのよ夏。フェアリーテイル復活の呪しを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。ここにしましょう。行くぞ。ジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールに。何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。これね、ラミアスケール感謝祭。マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高める。ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃないでしょ。あれ、そういえばシャルルは。そろそろ来る頃だと思ったわ。ナツ、ルーシー、そしてウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか。いえ、全然変わってない。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、フェアリーテイル復活ですか。皆さんをもう一度集めて。この1年、マスターも行方不明。きっと解散の謎にか。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしいな。評議員、嫌な日。なくなっちゃったんじゃない。そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔導が集まり、
評議員を再結成したんだ。ジュラさんもそこに。聖天の魔導士が評議員か。強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そう。とりあえずじっちゃんを。あ、私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる。街に押し寄せてきた。魔導士ギルド、オロチノフィ。何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって。感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おのれ、このままでは街が壊滅する。そこを叩きたいな。飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。いっあいさー、ごめんね、ナツ。シェリア、お願いハッピー、このまま。はい。私たちでラミアスケールを救うんだよ。うん。ハッピーが誘拐された。すごいモンスターの数。これが全部マーガレット。町の防衛はリオンたちも、ナツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本体。守ってごめんね、ハッピー。ううん、シェリアは軽いよ、ルーシーより。そうじゃなくて、私どうしても自分の力で町を守りたい。
先人のフォレアス。みんな勝ったよ。ああ、ハッピードロボーめ、逃がさ。ちょっとナツ、どこ行くの。ハッピーを取り戻す。よっしゃ、一緒に行くか。貸してくれ。町に侵入したも。うん、任せて。行くぞ。そうだ。すごいな。見つけたぞ。よくもハッピーを盗んだな。ごめんなさい。ナツ、今はそれどころじゃないの。話は後だ。まずこいつらをぶっ飛ばす。張り切っていきましょう。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。ナツのお手柄ね。これで終わり。十分暴れたよナツ。ダメだよ。え？愛してるでしょ？え？そんな、私はそういうのじゃないと思う。憧
憧れとかお兄ちゃんみたいな。それも愛だよ。行かなきゃ後悔するよ。ウェンディを愛してるから、フェアリーテールを愛してるからここまで来たんだよ。私、素直になってウェンディ。ギルドが違ってもシェリア。友達だよ。長い間お世話に。元気でなウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当に、なんて言ったらいいのか。元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけ。ウェンディは泣き虫だな。待って、フェアリーテイルの復活頑張れよ。グレイによろしくな。そういえば足取りが分からなくなってるのよね。元気でね、ウェンディ。シェリアも。もう泣いていいぞ。私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテールを忘れ END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。Thank you.
行くかな。よし、ここだ。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。なんつうデカさだ。ヤクマ18頭身の一人を召喚したという。
れが浄化作戦。ふざけるなよ。仲間の命なんだと思ってやがる。一緒に笑って時には支え、そういう絆が。どうしたよ、こんなもんか。見ての通り、評議員だ。うにゃばかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。久しぶり。不意打ちを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォロットさんだ。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。
リアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんか、その存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですか、それ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけなかろう。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に。少し大きくなったか、ウェンディ。いいえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶり。さあ、心配してこの大軍を叶わねえな。いや、 あれフロッシュがいない。あ、何混じってんだ。お前セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。なんでこんなとこにいるんだよ。なんでだろう。あいつ、グレイン・フロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対町から出るな。改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか、あなたが。僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね、生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム。でも魔術学院では死者復ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて僕は動揺した。気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラム神がお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるに、そして一歩、そんな思考の
そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の、それは僕を殺せるほどの悪魔の創造、後のゼレフ書の悪魔。当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法だけど、どの悪魔も僕。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。作ったなんてひどいよね。君はもともとに、僕は最強のエーテリアスの創造と、僕はセレフドラグニル、君の兄さんだよ、ナツ。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。腕の怪我はどうだい、悪魔。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし小食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明。ウムも似たようなものだろう。僕はずっと迷ってきたんだ。傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だが待っているのだ。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最が現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって、1年間1回も冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。みんなもうギルドのことなんか忘れてる。1年くらいで忘れるかよってんだ。カナよー、夏ハッピーシャルル。あ、ウェンディ、ちょっと、いいえ。いやこの一年は私にとっても充実してたね。とりあえずギルダーツでも探そうと思って旅してたんだ。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね。どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。まあいい人生経験。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もなかった。それをお前が打ち破ってくれたんだ。ルース、来いよ。みんな待ってる。ルシー、手紙読んだぜ。みんな久しぶり。ロメオ、元気だったか。
オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね。ルーシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。騎士も書いてたよ。なんだかんだでみんなルーシー。ここに復活！俺たちがフェアリーテイルだ！一応ギルドを回していくだけの人が集まったが、これじゃ全然足りねえな。この建物も1年放置されてた。それに評議員。そうね、まずはレビィちゃんとガジルを当たった。あの2人なら復活に協力してくれるだろうし、フェアリーテイル。よし、メンバー全員かき集めて完全復活だ。こんにちは。そうですね、よろしくお願いしますね。よし。どこ行くかな。それにしてもまた同じ家に住めるなんてラッキー。みんなも女子寮住むところは落ち。おかえりなさい。なんか懐かしい。お、やっぱりこの部屋だったな。分からずに入ってたんか。別の人が住んでたらどうするつもりだったの。安心しろ、一目でルーシーの部屋だと分かったぞ。何せあそこに脱ぎ捨てられていた下着が。ま、久々にここに集まったんだ。あんたが言うな、私の部屋だから。はあ、変わらないな。ふい、ふい、ふい。
証拠だ。さて次は。やめて。手伝ってほしいってことね。それなら私たちがこの1年。本当？さす。評議員なんかやめて。おい、評議員脅した罪で逮捕するぞ。ガジル。俺もレビィも評議員の仕事中だ。邪魔すん。ごめんね、リュウちゃん。フェアリーテイルには戻りたいんだけど、今すぐってわけには。ううん、仕方ないよ。仕事終わればフェアリーテイルに戻るんだよな。じゃ、俺たちが手伝ってやれ。だそうだが、ガジル。仕事さえ終わりゃ文句はねえよ。うん、またみんなで冒険できるね。で、仕事ってなんだ？闇ギルドの取り締まり。違法なラクリマを取引してる闇ギルドを見つけて壊滅させよ。表現も結構荒っぽいし。タルタロスの一件で評議員に立てつく勢力が増えて。立て直しのためには俺たちでしょ。できてる。できてねえ。こいつらだ。久しぶり。ギヒ。なんだ。うんうん。ああ、もりゃ。よっしゃ。行っちゃいくか。終わりかよ。ガリルオーカー。
のか。ああ、どう見違法ラクリマはゲン、お仕事完了ね。うん、競技員は天職だぞ。冗談はか。またよろしくね。うん、そういえばロクサスが、次は慈悲なあ。あれがラクサスか、ホスト。こら、ナツ、聞こえてんぞ。ごめん、ラクサス。あたしたち、フェアリー。待ちたまえ、諸君。ラクサス君は、ブルーペガサスの一員。リチオさん？ねえ、あなたの。じゃ、ラクサスは連れてくぞ。話を聞きたまえ。うん、おい。いいじゃないか。最近は。はあ、そんなはずはない。何かしら原因が。そんなことする人やる必要ないよね。わかった。それをなんとかすればラクサスを返してくれんだろ。ナツ、どうしてラクサスはブルーペガサスに。魔導士が仕事をするにはギルドに入ってた方が都合がいい。ただそれだけの理由だ。本当はホストに興味があったりして。帰るぞ。俺はラクサス君、落ち着きたまえ。我らはギルドは違えど同じ仕事をする仲間だ。喧嘩などせず事件解決のため手を取り合っていこうではないか。一応ここは私のナイスメーンに免じて。ああ、その面もいい加減見飽きたな。あ、メーン。これはなかなかのイケメンだ。おっさんが二人そっくりってレベルじゃないし。おい、あいつ逃げたぞ。くそ。ありがとう。さあ、行くわよ。ルーシー的に。雷竜の鉄拳。俺の勝ちだ。
ください。追い詰めたぞ偽物。お前が位置をな。人のふりして。こっちは。あ、ごめん。くっ、バレちゃしょうがない。やっぱり変身魔法だからね。さあ行くわよ。ルーシーキング。雷竜の鉄拳。俺の勝ちだ。これでおしまいだな。さて次は。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。よっしゃ、いっちゃいくか。よし、ここだ。レンカリュウ君、地球
扉レオエグルスインパクト。
これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。もう終わりか。暴れたんねえぞ。よっしゃ、行っちゃいくか。スタードレス、サジタリウスフォーム。任せて、ラーショット。よし、情報によるとこの村にいる。あ、ミラだ。リサーナもエルフマンもいる。
行くかな、どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくるかな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくるかな。よいしょっと。ありがとう。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくるかな。よいしょっと。よいしょっと。ありがとう。よいしょっと。よいしょっと。うん、おお、おいおい。よいしょっと。
おりゃ、よっしゃ、行っちゃいか。おりゃ、さあ行くわよ。おお、うまそうな匂い。さて、行くわよ。3人一緒だったか。カナもみんなも変わらないわ。ギルドもだいぶにぎやかになった。うん、ようやくフェアリ。エルクマン、久しぶりにやろうぜ。強くなったのは夏だけじゃ。男なめんな。おエルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるなら。表へ出ろ。暴れ足りんのなら私が付き合ってやる。で、エルザ。夏、男の勝負。あ、おう。こいつらをまとめられるのは。こら、待てい。捕まるもんかよ、オーニさん。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもようやく思い出す。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。まだ足りねー。ナツ、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスター。あっ、
じっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。よし。おいおい。ああ。なるほど。あ、え？ちょ、いや、そうか、そうだな。よし。悪くない。よし。妖精に尻尾はあるのかないのか、そもそも妖精は本当にいるのか、故に永遠の謎、永遠の冒険。フェアリーテイルはそんな思いを込めて付けた名前です。私は自分のギルドを和を重んじる家族のようなギルドにしたいと願っていました。苦しい時も悲しい時も頼れる人がいる。どんな壮大な冒険をした後でも帰れる場所がある。今フェアリーテイルはそんな素晴らしい家族になれていると心から感じます。もちろんあなたも大切な家族の一員ですよ。いつも私たちを見守ってくれてありがとうございます。さあ、これで終わりではありません。もっと上を、どうせなら大陸一のギルドを目指しましょう。あなたたちにはこれからも新しい冒険が待っているはず。大きな壁にぶつかることもあるでしょう。ですが、恐れることはありません。あなたたちには頼れる仲間と帰るべき場所があるのですから。